はい、皆さんおはようございます、ワインを売って、しっかりお金儲けをしようということで、これ第2弾になりますけども、ワインについて少し、話をします。と言いますのが、買うときにですね、2つ値段があるんですね。1つは、ボトル売りの値段と、でもう1つはグラス売りの値段であるわけですね。でこれが全ての業者、これジョージア州のケースですけども、全てのケース、全ての業者ではなくて、これはまた業者によるわけですね。ですから一概に全てのワインが2つ価格があるわけではない。結局これは、何かと言いますと、レストランをまあサポートする狙いがあるというふうに聞いたことがあります。はい。でどうしてもその小売りに比べますと、レストランはまあ不利なので、少しでもそのサポートしたいという、卸の、会社の意向だと思うんですけども、はい。で実際にそのじゃあワイン、こういう4つありますけども、1つの、1本のボトルでですね、大体4杯取れると思ってください。でこれ、フランスのサンセールですけども、うちの仕入れ値段が、20ドルで1杯、グラス売りで、19ドルで売っています。ですから4つ売れば、基本的に76ドルで売れるわけです。で、白ワインの場合は、3、4日開けて3、4日置いてても冷蔵庫ではそんなにその悪くなりませんから、全てきれいに完売できるわけですね。はい。でこれをですね、うちは小売りのライセンスもあるので、小売りでも売っていますけども、小売りで売るときには、26ドル20ドルの仕入れに対して、30% の利益を上乗せして26ドルで売っています。でこれを仮にお客さんがじゃあボトルで店で開けて飲むという時には、これは今度それプラス20ドル。うちの場合は非常に良心的でして、全てのワインがそうですけども、店で販売している小売している値段に対して全て20ドルだけ上乗せをして、飲むことができます。ですから高いワインを飲めば飲むほど、お客さんにとってはお得なわけです。でこれが普通のアメリカのレストランで言いますと、20ドルであれば大体3倍ですから、これ多分最低でも60ドル払わないと飲めないわけですね。で例えばこちらの、オースティンホープですと、うちはこれ今35ドルですから55ドルで飲めるんですけども、これだと、おそらく80ドルから90ドルぐらい払わないと飲めないと思います。はい。そういう面でいかにその有利にビジネスを進めるかっていう、なんて言うんでしょう、少しでもいっぱいワインを売って儲けたいっていう、そういう意思表示になりますね。はい。今日はそんな感じで簡単に終わってみます。